農業用無人航空機と無人航空機型の農業機、農業用ロボットの一種、航空機による農薬散布は広く行われており、専用の農業機が多数製造された。特に農薬や肥料の散布は一定の範囲を飛行するという、ゼネラルアビエーションの中でも単純なためプログラム化しやすく、古くから無人機の開発が進められていた。 1980年代以末より、防除等の用途のために、無線操縦ヘリコプターのような遠隔操作式の無人航空機が農業の分野に導入され始めた。1990年代以降、遠隔操作式が普及したが、2010年以降、技術革新により、マルチコプターによる自立式の無人航空機が試験的に農業に導入されつつある。 農作物の波長別の反射係数と生育状況の間には相関があることが知られており、これまでは作物の生育状況を把握するためには、葉緑素系を使って葉を一枚一枚挟んで色を測り、生育状況を見ていたが、それでは手間がかかりすぎ、一部しか測定でないので、多波長カメラを搭載することで作物の生育度のデータを収集する。 農業用無人航空機も開発されている。これまで悪い字の用途には衛星写真が使用されてきたが、小回りの利く無人航空機を使用することにより、より手軽に補助内での高精度の情報を入手できると期待される。そして、農業用ドローンの利用によって、現場の人手不足の軽減、作業効率の向上などのメリットが得られると考えられている。近年、 農業用ドローンは受粉、超重被害対策、農作物等の運搬などにも活用されており、害虫駆除などの新しい活用方法の実施も行われている。2020年8月、大分県津久美市と農家などで作る市認定農業者協議会は、柑橘類畑でドローンによる農薬散布の実証実験を行った。無線などの遠隔操作によるもので常時オペレーターが、 監視しなければならない。グローバルポジショニングシステム等の広報装置を搭載して自律的に飛行する。広大な範囲を網羅するためには適するが垂直離着陸機ではない場合には、カタパルトや滑走路が必要垂直に離着陸が可能で空中停止も可能だが、速度は固定翼機に劣る。ありがとうございます。